ニューベイは、イギリス生産、フランス調教の競争馬、シュボバである。主なカチクラは2015年のジョッケクル武将。2012年2月14日に、イギリスのジュドモントファームで誕生。フランスの名門アンドレ・ファーブル旧社に入級。2014年11月のデビュー戦で2着となり、2歳児は、この1層のみで終えている。翌2015年4月に初勝利を挙げると、 いきなりの大レース挑戦となったプールでスセデプーランで2着に抗争続く、ジョッケクルブ賞では2着ハイランドリールに一番新反差をつけて、初 G1 制覇を果たした。前年まで、障害競争を主戦場としていたバンサンシミノーにとっては、初の平地の大レース制覇であった。夏以降は、ゲヨームドルナーの賞、ニエル賞と2戦続けて干渉し、 外戦門賞では3連覇を狙うトレブに次ぐ2番人気に押された。しかし、レースでは3番人気だった。同期の A ダービーはゴールデンホーンに抜け出され、接戦の2着争いもフリントシャーに首差先着されて3着となった。2016年はイスパンーン賞から始動したが、日本の衛星光が10馬審査で圧勝劇を演じる一方で6着に沈み、初の大敗を喫した。 この年は G3 を1勝したのみで、秋の大舞台では、アイチャンピオンステークス4着、外戦文章7着と振るわず、同年限りで現役を引退した。以下の内容は、レーシングポストの情報に基づく。2017年から、アイルランドのバリー・リンチスタッドにてたネボバイリした。初年度の種付け量は2万ユーロに設定された。ありがとうございます。